店舗で見て気になっていた、ちょっとねキャンバス生地のセールになっていたバッグを買いました。じゃじゃん、届きました。これね、どうかなどうかなと思ってね、このね、ミニキャンバスバッグというか、ちょっとまたね、名前出しておきますね、正式なやつね。これね2990円だったんですよ。これね、はい、ここがファスナーになってまして、ね、このストラップ、幅広のストラップがついてるんです。これね、あの白いキャンバス生地のがあったんですけど、それはあのオンラインも完売で、お店にはあったんですけど、ちょっと夏っぽいんで、私秋用にモスグリーンのカーキの方ですね、買ってみたんです。このねベルト付きで斜め掛けにするのがね、私は撮影の時にすごく助かるので、リュックよりねパッとねカメラを出しやすいので斜め掛けにしてます。最近はねこれです。いい感じ。またもう一つ買ったのは、あ、カランがちゃんとねちゃんとついて、あ、かわいい、ちゃんとこんなきちんと入れてくれてる。これはね、バッグの外にね、携帯だけ、入れたりする。だからね、さっきのバッグに例えば携帯だけね絡んでくっつけるとか、私の撮影のカメラだけとかね、外側に置いておくとすごくね、あの便利なんですよね。だから、まあ、これもねそこそこ収納力あるんですけどここにポケットもあって、ここがね2つある、うわお、2つあるんですよ。でここベルト、こういうのね、ベルトを通せる、マジックテープで、マジックテープベルト通せたり、ここにもカランがついてる、すごい、あれ2つカラン付きでここにもある、すごいすごい、2つジャックがあるので、あ、ここにポケットもありますね、ポケットもある。カメラと携帯が、ちっちゃいか、あ、カメラと携帯入りますね。ちなみにザラはですね、これ4990円が今あのシルバーウィークのセールで2990円になってますので買いました。まだオンラインありましたので、皆さんもし気になるようでしたら、しっかりしてますね、ここもね、中はねここに、オープンポケットがあって、割と入ると思いますよ、普通の女性だったらば。普通の女性っておかしいけど、そんな荷物が極端に多くない人だったら、あの十分入ると思います、これね。こういう感じで、もうちょっと色がね似てたらよかったかもしれないですけど、まあいいですよね。蔵野駅の近くを歩いております。おしゃれなカフェが新しい、今日は天気がいいので隅田川沿いを歩きたいなと。今日ちょっとあの紫外線防止用のマスクを、しています。石井スポーツで買ったね、これいつもねウォーキングの時にあのかけてるんですけど、今日はね川沿いを、隅田川沿いをねウォーキングしようかと思って、UV カット用の、このですね首もカバーする、こちらを、つけています。今はね裏路地を歩いておりますので、ちょっと静かな感じ、はい、ザラで買った、でザラちゃんも結構入りますし、ね、でこのベルトがね
太いから、これがね肩に食い込まなくていいですよね。今日ね髪の毛分け目を変えてますから、ハゲ防止で分け目を変えてるからちょっと雰囲気が違うちょっと変な感じ今日もまたザラのスニーカーです。消防庁駒形橋のところで上がって、カフェに行きましょうかね。ここでござ、やっぱり人がいっぱいかな、待ってますかね、やっぱりね、ここはね本当に、見晴らしがいいから、どうしましょうね。船輪カフェ、新しい船輪カフェに入ります。ちょっとでここであれですよね、買ってこなきゃいけないね。ここはね新しいところですよね。はい、向こうにも別棟があって、船輪カフェで、ちょっとね休憩しました。ここはね割とセルフでなんかマクドナルド的な雰囲気でパッとね、船輪が楽しめる感じ、で浅草に来ました。やっぱり人多いですよ、観光客戻ってますね。3連休のね最終日です。やはり外国からのお客様が、おりますね。これはツアーのお客様ですね。はい、ツアーコンダクターの人がおり、ツアーコンの人がいらっしゃいますからね。こんな感じですよ、人がたくさんです。ここねモザイクだらけになって、あんまり皆さんに景色が、見せられないかもしれないですけど、店街の方に入ってきましたけど、こちらもね結構人多いですね。私の自撮りしてますけど、前にねいっぱい人がいますということで、ちょっとね私はもう浅草皆さん様子分かったと思いますので、ちょっとね上野の方に歩いて向かいたいと思います。ウォーキングが目的なんでね。でも浅草のこの旅行の雰囲気が皆さんにも味わえられたんじゃないかなと思ってね、味わっていただくためにちょっと歩いております。はい、それでは上野に向かって歩いていきます。はい、浅草を背にしてね、まっすぐで、ここは何通りかな、上野に向かってズンと行きますね。まあ、最終的にはねちょっと東京駅に行きたいので、下り門で、でこう行くのかな、ね、浅草通りをずっと行く感じですかね。浅草通りをこうずっと行く感じで、割と近いですよね上野ね。この浅草通りまっすぐ行ったらもうドンと上野、割と近い。かっぱ橋、おー、
あそこすごいレトロな建物、本当にレトロなのかしら。昼間しかいい。ここは秋葉原駅です。ちょっとね、急いで渡りましょうね。いつもと違う、ちょっとね、一本違う道行ってるからね。秋葉原の賑やかなところじゃない、ちょっと外れた一本手前の道、はい、歩いてきました。結構距離ありましたね。浅草からずっと歩いてまいりました。ここまでね、いいですよ。もう夜になったらね、これど室町テラス